まるで何かを隠してるような。ジーザス、ステーション、ステーション大至急、俺の繰り出す無呼吸連打、君たち誇り高き海兵隊がいなければ女神はバラバラになるところだった。反撃のタイミングもクソもない。無酸素で走るとされるアスリートたちだが、彼らも呼吸はしているのだ。わずかな隙、反撃の可能性を生む。一瞬の反撃も許さないスペックの無呼吸連打。警視庁対テロ機動部隊正式採用の完全武装装備です。身長178センチ以上、体重80キロ以上、特殊 FRP 製の機動ヘルメットは通常隊員のものと比較し、頸部を打ち打ギブスは打撃の際の頭部の揺れを一切封じ、脳へのダメージを遮断。最新式打撃弾発射筒、6連装球形鉄鋼弾、800グラム使用、至近距離で撃ち込まれたことをイメージするのがよろしい。おい、まるで我が家のように出たい時に出、帰りたい時に帰る。スペックを相手にどう活躍したのかを。はっ。鉄鋼弾も集中砲火を。もし奴がまた戻ってきたとしたら、見上げだ。まさか盗まれた銃弾が花山に対して使われたのか。治療はいいのか。超ビップ扱いだぜ。片平、車だ。了解しました。花山、大変な借りができたな。出発します。おかしいな。あの事件の時のことですか。ええ、覚えていますよ。何もかも。いや、もう本当 2,3 分かそこいらで、その 2,3 分で調達したということになります。警察官にも機関銃の装備を認めるべきです。君です、こう一気にゴロンって感じで。やはりボーイです。君の価値も十分にあり得る。ファイトじゃない、喧嘩のような甘い世界じゃないんだ。勝負だ。
例えば君と僕との全てをかけた命の奪い合い、全てを蹴る。空間を作ったんですよ、このくらいの。そうして叩くと素人でも割れるんですわ。すごい音がしましたよ。やっぱりあなたたちは分かってない、花山薫という人物を。だけどこれは花山薫の話でしょ。グッドラック。こうやって撃たせたんですな、ほほ。まあ、あとはひどいもんですわ。喧嘩し、花山薫の伝説は当然耳にはしてます。単純にすごいって、喧嘩が強いってすごいことだと思ってしまいましたね。いや、もう大方勝負は消したかってところでした。目隠しです、左手でこうして。何が起こったかはすぐ分かりました。光と音で犯人を無力化する爆弾ですよ。あの光と音を浴びた瞬間、人間は完全に無力化されます。って一つしかないんですよ、体を丸める。しかしそこが花山薫なんでしょうね、立ってるんですわ。武器の使用をお箱にしていたスペックも使用したのは己の肉体でしたよ。もっと厳密に言うと、逃げられる返し技がないと言うべきかな。あれは技じゃない、トランプですよ、カステラじゃあるまいし。ですわ。私ら警察の間では以前から花山に関してユリー・チャコフスキー選手、そうです、ヘビー級に転向して、はっきりと語っているんですよ。ユリー選手の腕が破裂してたってね。花山にとってみれば、たとえヘビー級に匹敵するボクサーのパンチでさえ人間の腕を挟み潰すなんてね、わざとは呼べんでしょう。そりゃあ痛かったでしょうね。耳でしたね。しかしそこまでしても花山の攻撃は止められなかった。立っていたそうですよ。ここへ運ばれてきた時には多く見積もっても50歳前後。